皆さんこんにちは。ヴェルディプレイガイドです。この番組ではヴェルディホールで催されるイベントなどの情報をお伝えしていきます。まず紹介するのは9月17日土曜日に開催される風間森生一人芝居帰ってきたカラオケマンです。日本をはじめスペイン、中国、韓国、アメリカ、ルーマニア、ハンガリーと世界を股にかけ上演された風間森生一人芝居牛山明シリーズ、こんな時代だからこそよ、待ってました。牛山明72歳、まだまだやります、歌います、まだまだ見せます、弾けます。笑いあり、涙あり、感動ありの心温まる物語、帰ってきたカラオケマンをお楽しみください。チケットは好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひぜひお買い求めください。次に紹介するのは10月2日日曜日に開催される山田錦物語、日本酒とジャズ in 高町です。トランペット、ピアノ、ベース、ドラムによるジャズバンド田中宏カルテット、彼らが奏でる心地よいジャズを聴きながら高町産山田錦を使った日本酒に舌包みを打つ、そんな贅沢なひとときをお届けします。お酒はちょっとという方は思う存分ジャズをお楽しみください。入場は無料となっておりますのでお気軽に足をお運びください。演奏時間は12時30分、13時30分、15時からそれぞれ30分となっております。次に紹介するのは10月6日木曜日に開催される講談です。講談は物語を語るのが仕事の伝統話芸です。と言っても難しい話をするのではありません。逆に難しいことを分かりやすくお伝えするのが仕事です。ずっと昔から講談師、見てきたような嘘を言いという川柳も残されています。誇張、勝手な想像、妄想が含まれています。オチはないけど面白いんです。この講演は高高等学校芸術鑑賞授業として行いますが、一般の方も鑑賞していただけます。またこの講演に友の会380名を無料ご招待します。まだ会員でない方はぜひこの機会に友の会にご加入ください。招待券の申し込み並びにチケット購入はヴェルディホールまでお越しください。次に紹介するのは10月23日日曜日に開催される龍馬四重奏 The Live 2022 in 高町です。今日本国内のみならず海外でも高い評価を受ける異色の音楽ユニット龍馬四重奏、和洋の伝統楽器の一流プレイヤーたちが集結、その演奏ジャンルもロック、ポップス、ジャズと幅広く、カバー曲だけでなく彼らのオリジナル曲もさまざまなテーマソングとして採用され、活動の幅を広げています。演奏はもちろん何より熱く魂を揺さぶるライブパフォーマンスが毎回客席に熱狂を巻き起こしています。これからますます人気が上昇すること間違いなしの龍馬四重奏ぜよ、その熱い武器をヴェルディホールで感じてみませんか。チケットは好評発売中です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひお買い求めください。最後に紹介するのは11月20日日曜日に上映される映画トンビです。幾度途切れても必ずつながっていく親子の絆を描いた不朽の名作、重松清トンビ待望の初映画化。主人公の破天荒ながら愛すべき父安役には圧巻の表現力と存在感を放つ阿部寛、安の息子明役にはエキセントリックな才能を発揮する北村匠海、
古き良き時代の物語にとどまらない、新たな時代への希望を予感させる今、そして未来へつながる家族の絆の物語。チケットは9月10日土曜日より販売です。ヴェルディホールまたはプレイガイドでぜひお買い求めください。それでは次回のヴェルディプレイガイドでまたお会いしましょうね。さよなら、さよなら、さよなら。